スルが落ち着いてこないんで、もうバー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 ってなります。そろそろ車がついてこなくなる。でか、あ、やっちゃったから。やめちゃう。はい。ありがとうございます。一応これが本番っていう考え方で、そうやな、孤独との戦い頑張ります。ちゃんと太陽も出てきましたね。晴れようだよ。お願いします。上がるけども、はい、気持ちは落ち着いてっていう気がするんだ。練習の成果を出すのはやっぱりこの焦ることがやっぱ一番良くないから、意外と気持ちは落ち着いてます。はい、じゃあエンドまで行ってください。はい、今回3回目何するって、ただ走るのもさ、自分の中でな、成長できてないやん。成長したいわけ俺常に、俺は成長したいわけ俺常に、俺はそのまま切ってく、そのまま切ってく、切ってく、切ってく、じゃあそれもう一回、そう走るのもいいね、変わってきたよ。
ですよね。そして速くなって速くなってますよね。ほんとちょっとずつだから まだ分からんけど、なんか掴みかけてんなっていう気持ちは分かんないけど、喧嘩じゃないね。結局格闘技だから。ああなるほど。放送じゃないんだよ。はい、モータースポーツ。離すの速い。左手カーブが弱いか俺。分かってるから悔しいんだよ。なんでできないんだ。3秒8。よっしゃー、プッシュプッシュ。1時間で210時間走ってるよ。やばっ、全然トラックだから絶対。2秒8。よっしゃー。もう新しいことに何かをチャレンジする、このチャレンジする精神を皆さんにお届けしようという動画ですよ。子供の頃小田切兄ちゃんに憧れて育ったお前の俺が45歳になって、見てただけの男が、はい、走るっていうことを覚えるっていうね。何でも経験よ。いくつになっても勉強しがいがあるし、やってできないことはないです。はい、できないことはないってことよ。早かったやろ。いや早かったです。早かったよな。あとフラッグ持って応援されてる方も。あそう。いや結構ノーミスやったんじゃないかなと思ってやってる。うん。まあさっきと同じようにちょっとまたガス欠みたいな感じなんとかちょっと不安やったんやけど、1回ぐらいは多分全部1周ぐらいはまともいけたとこあったんやないかな。その最終ラップに期待するけど。はい。ちょっと車がもうおかしいかもしれん。もしかしたら。嘘。ああちょっとおかしいね。ガソリンあれ満タンで。ぶってなるってやっぱおかしくない、かぶるって。お疲れ様でした。見事最終ラップを一人で無事に終えて、今ようやくタイムラップ表が送られてきましたんで、はい、一緒にタイムしようと思ってます。どうでした、はい、あら先生から とても前回の走りの人と思えない。もう全然ただ本当にあの何度も言いますけど、やっぱり直線のスピードが出なかった。それだけはちょっとあの悔しかった部分があるんですけど、でもなんか目の前にすげえゆとり余裕がない。いやそうですね、なんかなんかマジで見てないよ。でも自分の中では何回かノーミスでいけたなってことがあったんで、全部皆さんに言われた通りに全部やって、変に焦らずに行きます。言われたことをあの車にできる限界をやったことが多分 1,2 回できてたから、タイム期待できるんじゃないかなと思います。じゃんということで、こちらですね、これですね、15秒じゃん、はい、1分15秒ということは何秒ぐらい、前回1分22だったんで7秒縮まりました。7秒。じゃあこれエンジン速かったら10秒ぐらいいくんですよ。きますかね。最初はタイヤ温めて1分20で1分18で、まあ、これぐらいからちょっとやっていこうかなって、1分17になって1分15、16、16、17、これやっぱりちょっと余裕ができてるけど、まあ115。いや、さっきいろいろ言われてましたけども、あれ、俺一人で走ったじゃないですか、あれ、替え玉誰か乗ってんじゃないのって言われてました。
あれ乗ってるやつちょっと待てよ、あいつちょっと体できるぞあいつ。見てて、まあ、偉そうになっちゃうけど綺麗だよね、安心して見てられて、でも特に良かったのはチェッカーですって言われて、はいはい、コーナー回ってヘアピンの立ち上がりは一番良かったな、チェッカーの後から。それぐらい多分チェックが受けてからだとちょっとリラックスするみたいな。なるほど。社長は？え？え？俺関係なくない？関係ない。関係ない。新練習したんだからどうだったの？言ってくださいよ。なんか全部言い訳になっちゃう。いやタイムはどうやったんですか？伸びたんですか？1秒なんと落ちました。え？1秒落ちたの？お気に入り。お気に入り？攻めの勝者やってない。そうそうそう、だって立ち上げ洗脳されちゃったんだって。運転荒いって言われたから。お気に入りすぎなんですよ。タイヤはグリップしてるけど、アクセルあちょっとこれ以上踏んだら滑るかなまで。そうやって、そうでしょ。滑るかなを感触をつかみながら行かない。それくらいリニアに行かない。へえ。お気に入りすぎてるから優しかった。最後の最終コーナーあんまビビったくていいです。全然立場違う。社長はね、行かなすぎたなって反省してるところは次にも思いっきり繋がるんですよ。はい。乗って走らせてもらう。ああ、じゃあちょっと楽しいですね。そうだね。ちなみに何秒ですか？1分。早いよ、1分。早くない。車がね。どうするかもう、パッキン、中の中がパニック。深呼吸、深呼吸。鼻が滑って、口が震えたら、鼻が。鼻もっと鼻詰まってる。ダッ。オースです。あ、どうも。こんにちは。はい。以上、オースです。どうも。成長してる。うわー、ガスポーズ。社長。社長のタイムはどうだったんですかね。なあ、ちょっと戻るか。はい。オースです。先生、おめでとうございます。59秒。0、8は取っとくって感じ。もうね、3年前の中古ですから、タイヤは。まあ、みんなが頑張ってくれて、車をちゃんと走れるようになったんで。やりましたよ、佐藤さん。旧車最速取りました。いや旧車の最速。旧車の最速。G1 参加。うわ、最速を取りました。あーすげー。11年11年、念願の。じゃあ念願のほっとしました。おめでとうございます。ここにもう一つのドラマがあんねやもんな。11年かけて。父ちゃんどうでした？
分かんない。でも自分で走ってわかるでしょ。ダメだと思う。さっきは後半だった。半ばくらい。でも7秒011。でも011。まだまだだね。運転してて思ったけど、はい、甘いなと。普段おちゃらけてるけど、やっぱこうレーサー翔ちゃんは真剣やから。今さ、すごい荒すぎなってずっと散々押さえつけられて、優しく走んないといけないし、これ以上やったらと思って自分のあれが分かんなくなってしまう。伸びしろしかないですよ、翔ちゃん。早くその領域に行くよ。いやいや、すぐ行けるからそこで行き詰まってほしい。あ、逆に。オースです。いや、もう本当楽しかったです。あのまたちょっと引き続きまたお願いします。ダメだと思う。もうちょっと今度は車ができるから、はい、そうだね。いろいろ相談したいです。あんまり早くして俺が困っちゃう。いいやないか。いや素晴らしい。ありがとうございました。素晴らしい2ヶ月間ですね。またちょっとどんどん成長したいんで、またちょっとお願いします。師匠まだ俺師匠まだ前も落ちたから本当はめちゃくちゃ早いんだけど。まあだから皆さんもね、何歳からでも成長できるから。そういうことですね。あの目標を高く成長はできるから。結果はそのね、前より上がれば結局成長だから。下がんなければいいんですよ。で、社長は下がったけども、あ、下がる人もいれば上がる人もいる。ね、これは上がったら人を腐し。これはまだ終わらせないよ。まだ分かんないよ。それは、まあ、だから本当こうやってみて思ったのは、本当こんなに楽しいスポーツだと思わなかったよ。だやろ、本当なんかね、あの滑らない話に出た時の感覚に近いというか、一発目話した時に、こう周りが受けた時に、もう一回話したいになるんだよ。早くサイコロ回ってこいっていう感覚になるんだよ。滑らない話ってあれ不思議と。だから滑らない話は、例えばちょっと皆さん出たことないから分かんないやろうけども、カラオケとか、カラオケで歌うまい人が待ってられねえよ、知らないやつとかみたいな感覚。早く次の走りたいぐらいの感覚になる遊びというか。どんどん成長が見えるやつ。怖くないよね。全然怖くない。どんどん楽しさはね、これ広めていきたい。はい。よっつけたとは、モータースポーツをやる人を応援します。そういう政党なんですね。そういうところということで、またみんなもね、石田さん、まあ来年もやるやろうけど、はい、その時にまた応援しに来てくれたら、はい、今日畑食ってくれる人いいと思う。言いました、わざわざフラッグ作って。フラッグと、あと意外とお姉ちゃんが写真撮ってくださいって言って。サーキット最高ですね。サーキット最高。なんかこのスカートも、なんかこの足がちらって見える。あ、サーキット最高。最高だ。そしたらね、はい、その人が写真撮ってじゃなくて、はい、お母さんがファンなら写真撮ってくださいって。その人じゃなかったよ。むずっ。ということでね、今日もね、はい、モータースポーツでエロい女見ようぜってことで。そういうこと。そういうこと。ありがとうございました。はい、おー、あー終わった。余裕で全然だって言ってるのに。いや本気出してないから。いやいや、マジだって、はい、いや前に車おるから、はい、なのに。いや前に車おるし、いや遠慮してブレーキ踏んでるし、はい。先輩とお家だよ。お家だ。こんなスピードでコーナー突っ込んでくんですね。危ねえ。分かったか。あ、タイム、ちなみに、あ、はいはいはい、1分17。あ、ベストが1分17。ベストが1分17やけど、去年から比べて25秒縮まってるんだよ。そうですね。まだこのガス欠の状態で。それで5秒縮めただけでもすごいですね。もう車の限界に来てるんだ。何回言うんですか、俺の車の限界。何回目って言ってるんだよ。車だね。
これですよ、第二工程を今から、とりあえず第一工程終わったんです。よいしょー、コギラからの卒業。紹介します、底辺太郎。そうです、私が底辺太郎です。こんにちは。絵描いたらいつもハザボーって絵描いてて、いや、もう絵はやめます。あれがいいやんか。いやいや、何笑ってんの。